ありがとうございました。次に松田学君。日本維新の会の松田学です。よろしくお願いいたします。本日税は政治の基本だと思います。財務金融会総理にお越しになりましたので、そもそも論というかちょっと基本的なことについて何点かご質問させていただきたいと思います。政治の本来の使命というのはおそらく国が直面している課題を国民にしっかりと語ってですね、説得をしていくということだと思うんですが、どうもこの長年のこの財政の日本の財政の状況を見てますと、政治が十分この機能を果たしてきたのかなと、それを表しているのが今のこの先進国最悪の財政状況という感じがしないでもありません。よく経済学の世界では市場の失敗という言葉がありまして、そういう時は政府が介入する。でも政府が介入しすぎると政府の失敗が起こる。でもどうも日本で起こってきたのは政治の失敗ではないかと、この財政のこの不都合な真実というものをですね、もう少し国民にしっかりと語ってですね、あるべき負担を求めるということが十分できてこなかった。で今の財政は基本的にこの財政状況というのは高齢化に伴う社会保障の増大でありですね、そして赤字国債、将来に資産を残さない、付けだけを残す赤字国債が今国債発行残高の大半を占めるようになっている。でこの赤字国債もですね、考えてみると、建設公債と同じ60年償還、次の世代、次の次の世代にですね、付けだけをこう負担をそこの先送りしているという状況がついている。で60年償還ですから、なかなかこの償還負担というのはこの痛みがあんまりわからない今の世代にですね。でどうもこの痛みがわからないうちにいつの間にかこれだけ大きな国債発行残高になっているという状況で、本来は社会保障の負担というのは高齢化とともに膨らんでいくのであればですね、その都度国民に説得しながらそれを消費税に求めるのであれば少しずつ税率を引き上げていくというのがこの政治の役割だったと思うんですけれども、一方で無駄の削減も大事ですが、この無駄の削減をやったところでですね、この問題が最終的に解決するわけではない、これも分かっていたことでありますけれども、結局この消費税の増税、先ほど、ネット増税というのは初めてだというそういう指摘もありますが、これは民主党政権に決断させて、そして自民党は政権に返り咲いたということになっているわけなんですが、よくよく考えてみるとこれは長年にわたって、もうこういう今の事態は予想されたわけなんで、長年にわたって政権を担っていたこの自民党にもですね、今日の財政については責任があるんじゃないかと思いますが、総理のご認識をお伺いしたいと思います。安倍内閣総理大臣。今日のですね、いわば財政赤字、累積債務等につきましては、その多くは社会保障費の増大によってですね、積み上がってきたわけでございます。一方、これは特に、バブル崩壊後ですね、日本の金融が危機的な状況に陥ったこともございました。その後、数々のアジアの経済危機もございましたし、IT バブルの崩壊もございましたし、そしてまた同時テロにおけるですね、経済の縮小もございました。そういう状況においてですね、まさに景気の底割れを防ぐために財政出動をせざるを得ない、そういう判断もしてきたことも事実でございます。そこで小泉内閣におきましてはですね、小泉政権においては小泉当時の総理は私の政権においては消費税は引き上げないという約束をされてですね、たがをかてた、かてると同時にですね、財政健全化に向けて骨太の方針をまとめられたわけでございまして、しっかりと歳出の削減をしなければならないと、これは相当の努力がなされたんだろうと、そういうたがをはめないとなかなかこれは歳出の削減をですね、していくというのはさまざまな関係の中において難しかったんだろうと、こう思う、わけで、ございまして、そういう意味におきましてはそれぞれの内閣においてですね、努力をしてきたんだろうなと、こう思うところで、ございます。小泉政権の後、私は政権を引き継いだ、わけで、ございますが、これは小泉政権の時からの、努力と合わせて、小泉政権の時平成15年に28兆円だった、基礎的財政収支の赤字はですね、平成19年度には、5.5 兆円まで、低下をしたので、ございまして、そういう意味でのですね、
努力の成果はあったんだろうと、このように思います。松田学君。いずれにしましても結果としてこれだけ大きな、財政赤字という状況なんですが、今回これからまた消費税の引き上げ、ようやく 5% から 10% ということになるんですが、それでも、社会保障4経費、国地方を合わせて、現状で3分の1しか賄われていないのを3分の2持ってくるだけなんですが、まだまだそれでも足りないと。でかつ引き上げた 5% のうちですね、相当部分がこの赤字国債の発行源というか債務の処理になるという状況になっているのは間違いないわけで、でこういった状況に追い込まれたことについてですね、よく多くの方がおっしゃることでもあるんですが、消費税率引き上げのタイミングというのはもしかすると小泉内閣から第一次安倍内閣の頃にあったんじゃないかという指摘があります。当時は成長なくして、財政再建なしと、上げ潮路線がかなり政権の方では、支配的だったような感じもしますけれども、その点についてはいかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。タイミングがいつだったかということについてはですね、これは、後世の歴史家に任せたいというふうに、思うわけでありますが、私が官房長官であった小泉政権、平成18年の7月に、閣議決定した骨太の方針、2006年においてはですね、財政健全化に向けた歳出歳入、一体改革として、2011年度に、国地方の基礎的財政収支を、確実に黒字化するため、ゼロベースから正規なき、歳出を見直す、という方針や、当時の与党税制改正大綱において平成19年度を目途に、消費税を含む税体系の抜本的改革を実現するとされた考えに沿って鋭意作業を進めていくといった方針を明記したところでございます。そして先ほど私が第一次安倍政権を率いていたときのですね、この基礎的財政収支の赤字についてのですね、減少についてお話をしたとおりでございます。しかしその後ですね、リーマンショック等の影響によって財政需要の増加や大幅な税収減等によって基礎的財政収支は悪化することとなってしまったわけでございまして、自公政権として今般の社会保障税一体改革につながる平成21年度税制改正付則第104条を制定して、持続可能な社会保障財政を実現するための税制抜本改革の道筋を構築をしてきたところでございますが、いずれにせよですね、大切なことはですね、今まで歩んできた道を振り返りながら、反省すべき点は反省をしながらですね、しっかりとしたこの税社会保障の一体改革を進めていくことによって、財政の再建、そして我が国に対する信任を確保していきたいと、このように考えております。松田学君。非常に長い時間がかかって、ようやく国民が分かってきたということが実態じゃないかと思います。先般の総選挙で日本維新の会、橋本徹代表がですね、街頭演説をすると、その半分ぐらいの時間を これからはこの税の問題に国民一人一人が向き合わなければいけないということを、それにじっと傾ける有権者の姿がありまして、だいぶこの意識は変わってきたなと。つまり、どうしてもこの増税というのは政治的なタブーなんでですね、これはちゃんと説明しないでこなかった。歳出を削減すれば、無駄を削減すれば問題は解決する、増税の前にやるべきことがあると、結局そうは言っても政権を取れば増税を決断せざるを得ない、そういうことを有権者が学んでですね、もう本当にこれ課題に向き合わなければいけない。我が維新の党はですね、苦しいかもしれないけれども課題に向き合って解決していこうと、そういう立場でありますので、この問題にもしっかりと取り組むべきだと思いますが、その上でやはり多くの先進国でこの政治というもののやっぱり一種の欠点といいますか、次の世代の方の投票が反映されないと。だから次の世代にちゃんと資源を残すために、今の世代の政治も政府もしっかりと法律で財政運営を縛ろうじゃないかというような試みが随分行われているわけであります。ところが先般予算委員会で我が党の藤井貴夫議員が質問いたしましたが、それに対する総理の答弁が、持続可能な財政構造を確立するため立法化を含めて検討するというふうに答弁いただいたんですが、その後それを否定するようなご発言が、あちこちからなされているという状況であります。
やはりこの点についてはですね、日本でも、そういうことを採用すべき局面なのではないか、まあ、これだけ大きな先進国最悪の財政赤字を抱えているわけですから、そういうふうに考えますけれども、改めて次世代に向けたこの財政責任の立法化について、総理の ご所見を問いたいと思います。安倍内閣総理大臣。まあ、ご指摘の、まあ、財政運営について、まあ、ガバナンスを確保するためのまあ、法制化についてはですね、まあ、イギリスやまあフランスのように、財政健全化目標を法定するなどのまあ例があるということは承知をいたしております。まあ、政府としてはまあ今後、経済財政諮問会議において、財政健全化と、経済再生の双方を実現する道筋について、検討を進めていくこととしております。年王の骨太方針の取りまとめに向けた、検討状況も踏まえつつ、財政健全化目標を実現するための中期財政計画の具体化の検討を進めていく考えでございます。まあ、その際ですね、財政健全化の実効性をどのように担保していくかについてもですね、検討をしていくこととなると、このように考えております。まあ、先般、財政健全化の実効性をどのように確保していくかについても検討していくが、私の答弁はですね、その一例として、まあ、先ほど、まあ、立法化について、まあ、藤井議員の質問に答えた際の話でございますが、まあ、その一例としてですね、それを含めて、考えていくということを、申し上げたわけでございまして、まあ、現時点で、まあ、具体的な、検討を、まあ、行っているということでは、まあ、ございません。松田学君。税はやはり将来の日本の社会をどういうふうにしていくかと、まあ、先ほど西野議員からも質問がありましたが、それに応じて考えていくべきものだと思いますが、先般の財務金融委員会で、社会保障の財源は安定的な財源である消費税でいくんだということを麻生大臣からもご答弁いただいております。でもし、まあ、そうでいくとするとですね、2015年度を見てもどう考えてもその時点で、まあ、10% に上がってもですね、まだまだ社会保障の財源は相当3分の1以上不足していると、そうなっていきますとやはりその次の消費税引き上げがあるんだと、でそれを考えると消費税率は 10% 台半ばにすることはもう選択の余地がなくて、でその先にどういう社会を作っていくのか、例えば自民党もそうだと思いますが、自立と共助ということをやっていくんであればそこから先をできるだけ消費税を上げない社会にするのか、あるいはまあ、民主党はその子ども手当をやりましたが、国が個々人の面倒を見ていく北欧型の社会を作っていくのであれば消費税率は 20% を超えるかもしれない、まあ、そのあたりの選択肢をきっちりと示して、その上で税のあり方についても国民にの議論を喚起していくというのも政治の役割だと思いますが、いかがでしょうか。麻生財務大臣。これも松田先生、前々からいろいろ議論の分かれているところだと思いますが、目立つ社会というものとして低福祉低負担、高福祉高負担といろいろよく言われる北欧型とかアメリカ型とかいろんな表現もありますが、日本の場合はやっぱり中福祉中負担ぐらいかなというのが大体のコンセンサスかなという感じは私自身はいたしております。従いましてそれに合わせて中福祉という程度、今程度の福祉を求めるなら今の場合はそれを消費税だけに賄うわけではありませんが、少なくとも今の 5% とか 8% ぐらいではとてもではないというんであれば、今アメリカ、すいません、アメリカが 7-8%、 いろんな 州によって違いますので一概には言えないんですが、北欧あたりで19だ20だいろんなところがありますので、日本としてはどの程度のものを目指されるかというのは国民の合意というのを得た上でないと、なかなかそこらのところはどれぐらいのものになるかというのを今この時点で15がいい20がいいというようなことを安易に申し上げられるような段階にはまだないと、私どもの感じではそういうような感じがいたしております。松田学君。これからの社会、やっぱり自立型社会を目指すのであれば、やはりそういう判断をですね、国民ができるようなインフラをしっかり作っていく必要があると思います。この財政制度においてもですね、消費税で社会保障を賄うという
ことであればですね、この消費税というのは、まあ、高齢世代、現役世代、将来世代、まあ、これ全体を国民だとすれば、国民の間のお金のこの移転に過ぎないと、まあ、極端なことを言いますとですね、まあ、先日も財務金融委員会で申し上げましたが、まあ、これはあの政府の懐を潤すものではなくて、国民から国民にお金の移転の仕方をどう配分を変えていくかという議論だとするとですね、これはあの それを一つの勘定に統合してですね、社会保障勘定のようなものを作って、そうしますと、まあ、高齢世代がどれぐらいの負担の状況にあるのか、まあ、現役世代はそれに対してどの程度の負担が適正か、あるいは将来世代にこれ以上負担をやってはいけない、やっぱり世代としての責任があるんだということになれば、まあ、消費税をどうするか、あるいは高齢世代に対する支給をどうするか、まあ、そういう判断を国民自らができるように、一般会計から切り出してですね、消費税収入を歳入として社会保障支出を歳出とする社会保障勘定のようなものを作るべきではないかということに対して、先日あの麻生大臣から前向きなご答弁をいただいたところでありますけれども、総理のご認識についてお伺いしたいと思います。安倍内閣総理大臣。ただいまの議員のご指摘はですね、この給付と負担の関係についてもう少し分かりやすく国民に対して示すべきであろうと、その結果ですね、いわば消費税に対する、あるいは税に対する理解は深まっていくんだろうと、このように思います。その中においてですね、そういうご指摘の上において国の一般会計から社会保障関係の歳出歳入を切り出して特別会計で区分経理すべきというご主張だというふうに理解をしているわけでございますが、しかし社会保障の制度の多くはですね、国ではなくて民間や地方公共団体で運営されておりまして、負担面でも国税だけではなくて社会保険料や地方税の負担もあるわけでございまして、国の会計制度だけを見直してもこれは問題の解決にはならないと。他方、仮に社会保障関係の経理を区分する特別会計を作れば、一般会計の相談性が失われるといったデメリットもあることから、そうした対応は考えてはおりません。もちろん政府としても社会保障の受益と負担の関係を分かりやすく示す重要性は十分に認識をしております。引き続きその努力は続けていかなくてはならないと、このように考えております。松田学君。今までもいろんな努力をされていると思いますが、やはり消費税の性格というもの、あるいはそれが社会保障との関係はどうなっているかと、ほとんどの国民が分かっていないのが実態だと思うんですね。この努力はぜひどんどんしていただきたいと思います。でやはりこの税制の上で今超高齢化社会に入っていく税制の上で大事なのは、私は自立の社会を作っていくというのであれば、世代としての自立というかですね、それが非常に大事なポイントになっているんじゃないかなというふうに思います。今の高齢世代、今のままでは現役世代や次の世代に社会保障を大きく依存する状況になっていると、負担を依存する状況になっている。でできることならば、この状況を少しでも、高齢世代なら高齢世代の中で社会的相互扶助でやっていくというような考え方に展開していくのが本当に意味での自立ではないかと思います。で今回の税制改正法案では所得税の累進課税の強化が盛り込まれているんですが、いわゆる、公平の確保という、観点が入っているんだと思いますけれども、ただ我々維新の会はですね、先ほども西野委員から話がありましたが、やっぱり頑張る人を応援すると、で頑張る人が報われる社会で、真に手を差し伸べるのは真の弱者であるという考え方の政党であります。でその観点から税率についてはフラット化を主張しているわけなんですが、他方で税の所得分配機能というのは今むしろ世代間の不公平の是正にこそですね、重点を置くべきではないかというふうに考えます。で今日本では他の国に見られない、大変キーな現象が起こっているという指摘があります。これはいわゆる勤労世代と、高齢世代を分けて考えますと、普通社会の中で貧困ラインを下回る人たちの比率を貧困率というんですが、この現役世代の人たちは政府が所得分配をした後、貧困率がかえって高まってしまう。しかし高齢世代は貧困率が大きく低下してですね、これは日本では高齢世代の社会保障がしっかり機能しているに対して現役世代にものすごく大きな負担がかかっているということを表していると、こういう指摘があるわけであります。で、現役世代から見ると
こんな状況でさらに消費税負担というのは冗談じゃないと、政府にいろんな負担をしてもですね、かえって格差が拡大しているじゃないかというのがおそらく実感ではなかろうかと、まあ、日本は消費税を引き率を上げるのが世界で最も難しい国であると言われていますが、そういった背景もあるんじゃなかろうかなと。でまたこれは景気対策という面から見てもですね、お金を使わない世代に向けてお金を使う世代から所得移転が大幅になされているということでもありますから、デフレは貨幣的現象と総理はおっしゃいますが、やはり税制とかこういった世代間の所得配分の歪みといいますか、それも大きな原因であろうということを考えますと、もう少しこの世代間公平というかですね、それに配慮した税制改正が あってしかるべきではないかというふうに考えます。でそういった意味でもう少し例えば税体系全体を通じて、例えば子育て家族とかですね、あるいは若年者の税負担に配慮した視点というのが、欲しいと思うところなんでありますが、まあ、ご見解についてお伺いしたいと思います。麻生財務大臣。これはいろいろご意見がものすごく分かれるのはご存じの通りなんですが、子育て世代に対する財政上の、まあ、また税制上の施策につきましては、これまでもさまざまな議論が積み重ねられてきていますのはご存じの通りなんですが、例の年少扶養控除15歳以下のを廃止して、その財源によって例えば3歳未満の子に月額1万5000円を支給するなどといった児童手当などというのは整備されてきたところでもあります。さらに確か昨年の3月だと思いますけれども、改正されました児童手当法の付則において、児童手当の支給や扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、そのあり方を含め検討を行い、必要な施策を講ずる旨の規定というのは設けられておりますのはご存知の通りでして、そういった意味では子育て等に配慮した税体系のあり方を検討する場合には、こうした法律の規定を踏まえつつ現行の児童手当との関係を整理をして議論を進めないといかんところではないのかなと。それだけで問題はそれだけではございませんけれども、いろんな点を考えるにあたりました今申し上げた点も考えておかねばならぬ点かなと思っております。松田学君。この世代間の問題、もう少し高齢世代が自立すべきであるという点に関して申します。もう一つ申しますと、まあ、この日本 の個人金融資産1500兆円、この大半を高齢世代が持っているならば、これをこの高齢世代が持っている資産をですね、うまくその高齢世代の中での社会的総合扶助に社会保障で生かしていく、あるいは社会保障にそういうお金が回っていくような仕組みを作っていくということをもっともっと考えるべきだと思います。でそういう点で言いますと、消費税というのも社会保障を支える財源として大事なのは十分分かっておりますが、もう少しこの資産課税にも社会保障財源としての着目をすべきではなかろうか、まあ、例えば日本維新の会は年金目的の相続課税、広く薄いですね、先ほども西野に言いましたけれども、そういうものを提案しておりましたが、そういう点につきまして、ご見解をお聞かせいただければと思います。麻生財務大臣。25年度の税制改正という点におきましては、格差の固定化を防止するという観点から、相続税の課税強化というものを行うことといたしております、まあ、資産課税ということになろうと思いますが、そういった意味では、この資産課税の強化、まあ、全般的な資産課税の強化というのは重要な課題だと考えておりまして、提案 の25年の税制改正ともうほぼその点に関しては同じ方向なんだと思いますが、社会保障の財源としての資産課税に着目すべきであるというご指摘につきましては、仮に年金をはじめまして、社会保障財源として相続税というのを現在約1兆2000億ぐらいですかね、年によって違いますが、を相当規模に増税する場合には国民の、理解を得られるかという点と、また相続税の対象となります資産の価格というものは市場の動向により大きく動きます可能性もありますので、社会保障の安定的な財源としてはなかなか考えにくいと、
適当か、そういった問題もあると考えておりますのが現状であります。松田学君、自立型社会というのを展望した際にですね、同一世代の中でやはりその受益と負担を完全にバランスさせていくというのが望ましい税制のあり方だと思います。維新の会はそういう意味で各世代間で受益と負担をバランスさせていくと、で世代間の調整をやる場合にはそれを国民にはっきり分かりやすく示して、そういうことができるためにも私も先ほど提案した社会保障特別勘定を作るとかですね、あるいは資産の課税についても着目していくとか、そういうことが大事だというふうに申し上げたんですけども、こういう世代間で世代の中でバランスさせていくという考え方、もっと徹底していくべきだと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。麻生財務大臣。委員ご指摘のとおり、世代間とか世代内のこの公平といった観点などから考えますと、これは受益と負担のバランスを考えることは、これは大変重要なことだと私どもそう思っております。で、今般の社会保障と税の一体改革におきましては、少子高齢化というのはもう嫌でも進展してまいりますので、そういった中で安定財源を確保し、受益と負担の均衡が取れた社会保障制度の構築というのを目指すというのが基本的な目的なんですが、引き続き社会保障改革国民会議等々ので議論を含め、世代間、世代内の負担の公平化の観点に立った制度の見直しや社会保障改革のさらなる具体化というものを検討していく必要があるであろうということを考えております。また財政赤字が拡大を続けまして、債務残高がさらに増大していくといった場合には、これは将来世代の負担の付け回しという問題が必ず出てくることになりますので、不公平がさらに、不公平感が増大するということだろうと思います。これを踏まえまして、こういったものをバランスさせるために経済財政諮問会議等々において、この点についても十分に考えて、受益と負担のバランスの取れた社会というものを目指していくというようにしないと、国民の理解が得にくいというご指摘に関しましては、私ども国民の理解を得るというところが一番肝心なところかなと思っております。松田学君。まさにその国民の理解を得られるような仕組みを作るべきだとご提案を申し上げておりますので、ぜひご検討いただきたいと思います。あと、ちょっと最後に総理にお伺いしたいんですが、今回の税制改正全体としてみて、アベノミクス、経済再生というのは非常にこの重要な視点としてこれは分かるんですが、もう少し自民党が目指す、あるいは維新の会が目指す、この点は共通だというふうなご答弁が結構多いんですけれども、自立型社会をどうしていくか、自立の上に立った共助をどうやって作っていくか、そういう社会の理念を反映した視点がどうもあまり十分反映されていないという感じがいたしておりまして、この点についてこれからどういうふうに考えていくのか、総理の答弁を求めます。安倍内閣総理大臣。自民党の基本的な考え方、理念としては自助自立を基本としつつですね、みんなで助け合っていく、公助そして共助をですね、そうした社会を目指していきたいとこう考えているわけでございますが、その中においてもですね、やはりこの公助においてですね、税制の果たす役割は大きいというふうに考えているわけでございますが、この不公平感のない社会を作っていくということと同時にですね、やっぱり困ったときにはみんなで助け合っていくことができる社会を構築をしていくことが重要なんだろうと、日本という国の特性、麗しい点はですね、この税制においても発露していくことは、発言していくことはできるのではないかと、このように思っております。松田学君。そういうお考えが反映された税制改正であればですね、この改正案にも我々ももろ手を挙げて賛成ができるところなんですが、どうもその点が逆にこの逆行している面もなきしもあらずという点が残念な点であります。ぜひこれからそういった共通の理念が共通であるのであれば、この次の社会に向けてもっと税制の議論についてもお互いに深め合っていければと思っておりますので、これを最後に申し上げて私の質問を終わらせて、どうもありがとうございました。